小沢市なんですが、完全にギアが入っています。今もホテルにこもり、自らのグループの議員と個別に会談し、造反に応じるよう協力を呼びかけています。そしてこの中で小沢氏が新党立ち上げについて言及したことが明らかになりました。事前の策というのも考えなくてはいけないということで、事前の策というのはやはり新党の立ち上げということも考えなくちゃ。ただ強調されたのは、あくまで最善の策というのを追求していきたい。出席者によると、小沢氏は政権交代したときに訴えた政策を実現していくために、一人でも仲間を増やしていこうと熱く語っていたということです。また他の出席者は、小沢氏から我々の主張が大きな渦となるように頑張ろうと檄を飛ばされたことを明らかにしています。今のところ46人が集まっていて、小沢氏はこの議員を軸に新党の準備を進めていくことになりそうです。白川さん、それと小沢元代表がですね、反対を表明したそのいわゆる消費税法案の採決なんですが、はい、これ結局どうなりますか？いつ行われるんでしょう？はい、それなんですが、今朝行われた三党幹事長会談では、明日の採決を目指すということで合意していたんですが、実はあっさり週明けに持ち越されてしまいました。幹事長、来週にずれ込んでも、それはそんなことはずれ込もうとずれ込まないと、もう現場にお任せしてるんだ。執行部は次は26日の採決を目指していて、これにより採決まで5日間できたことになります。執行部としてはこの5日間を使って、これまでの人脈や労働組合をはじめとした支援組織など、裏からも手を回して説得工作を強める方針です。ただ週末を挟むことで、地元の有権者から消費増税反対の突き上げを受け、かえって反対の意思を固めるという逆効果になる恐れもあります。採決先送りが吉と出るのか凶と出るのか、執行部と小沢グループの身内の争いが採決日まで続くことになります。